はい、皆さんどうもおはようございます。今日もね、本田さんに車をお借りしてレビューしたと思います。今日はね、このオデッセイ見てよ、これ今日ね、試乗できますので、今からちょっとね、ワインディングを攻めに行こうと思います。ホンダオデッセイ、マイナーチェンジと思えないぐらいの、チェンジぶりですよね。やっぱね、このシーケンシャルウィンカーっていうんですかね、この流れるウィンカーがかっこよすなという感じで、いやー、いいですよね、今度の、オデッセイ、ね、大きいんですけど、大きいボディなんですが、ちょっと親しみやすいデザインでもあるなという感じですよね。俺の相棒っていう感じ。すごいね、低重心で、走りがね、いいという噂ですよね。アブソリュート、新しい HEV、ホンダオデッセイ、乗り心地が大変、興味あります。では、早速行ってみようと思います。では、これ、開くかな？開けゴマ。開けゴマ。あ、開けゴマ。開きました。今日はね、ちょっと寒いんで、この、わ、すごいね、このキャプテンシート。あ、こんな感じなんや。スイッチオン。ホンダオデッセイアブソリュートということで今日はね、ドライブ動画ということでやってまいります。いやー、これ EHEV ね、モーターと、エンジン、両方ね、駆動する形のモデルになります。基本的にね、街乗りは、EV で走るといった感じになるんですが、これ EV スイッチっていうのがありまして、それを押すとね、完全に電気自動車として走れます。まあ、どれぐらいの距離走れるかちょっとわからないんですが、とにかくね、EV にだいぶ近い、ハイブリッドカーと言ってもいいんじゃないですかね。わあ、今ね、これちょっと前にチャリンコが走ってるんですけど、さすがにオデッセイこの細い道だと若干車幅を掴むまでが、うーんって感じですけど。まあ車高が高い分ね、ちょっとまあ見やすいなという感じはしました。いやー、それにしても、あれ？これアブソリュートですよね。今、乗ってて喋るのに結構集中してたんで。あー、すごい、なんかふわふわというか、サスペンションめっちゃ良くね、これ。これ確か18インチですよね。もっとゴツゴツするのかなと思ってました。いや、全然大丈夫です。あ、ハンドルが結構しっかりしてる。お、曲がれるか。はい、細い道怖いですけど、あ、でも結構ハンドル切れる。こう狭い道でもね、ハンドル、これ 5.4 やったかな。意外と普通にね、乗れそうです。やっぱボディが大きいから、どうしようかなと思ってる方結構いらっしゃると思うんですけど、そんなにね、これ車幅も1820だったかな。ものすごい車幅が大きいわけではなく、今みたいなね、狭い道も意外といけます。若干やっぱ、これボディね、あれなんですよ。ボディというか1900キロぐらいありますよね。2トン弱。1900キロぐらいあるので、やはり、パワーはあるんですけども、すごいやっぱフィットとかね、シビックみたいな感じで、キビキビした走りというよりは、こう、どっしりした、こう、ラグジュアリー感のある、しっとりした乗り味だなという印象を今受けております。ハイブリッドカー、まあ、EHEV で2モーターなんですけども、なんとね、モーターのトルクが315ニュートンメーターもあるんですよね。いや、びっくりですよね。私の買ったね、もうすぐ来週納車なんですけど、あれね、実は、モーターこれ一緒なんですかね？併用してるんか、なんかでも同じトルクなんですよ。100% 電気自動車のホンダ E の、モーターのトルクが315ニュートンメーターなんですよね。
で、このオデッセイも実は同じ315Nm。しかも、プラスエンジン、ガソリンエンジンがついてると。っていうことでね、あのスペックだけ見たら、すごい性能の高い、あのスペック、ハイモンスターマシンになるわけなんですよね。お、狭いところ左がピッピー言いましたね。あ、やっぱちょっと車幅を感じますね。車幅の大きさを感じますね。でも思ってたより、なんかあの、ステップワゴン運転してるような車幅感覚ですね。いや、しかしね、これマイナーチェンジですよね。今回のマイナーチェンジね、さらに、良くなってると。これね、2回目のマイナーチェンジですかね。1回目からさらに良くなって、2回目で、さらに、この、遮音性ですよね。後方席、ね、後ろのキャプテンシートね。あれいいですよね。これ今、7人掛けのタイプなんですが。後ろに座った時に、結構前の、マイナーチェンジ前は、雑音が結構気になると。いうお客さんの声があったらしいんですね。で、遮音ガラスとか、遮音材が、ドア周りとかね、プラスされて、さらに、このアルミホイールが、静音性の高いものを使っておるというものなんですよね。なので、だいぶね、静かになってると思います。ちょっと喋るの一回やめますね。息継ぎなしで今喋っとるからな。はい。だんまり運転します。若干このロードノイズがサーっていうね、音が聞こえてくるぐらいかな。ハイブリッドカーってね、もうほぼエンジン音がしないんですよね。もうエンジンが止まってる時が結構多いです。なので、本当にね、周りの音が気になってくるんですよね。無音状態になると。タイヤが路面を擦れる音とか、この風切り音とかね、そういうのが結構聞こえてきやすくなっちゃうんですよね、どうしても。まあそういったね、最近のあるある問題、本当はね、そこまで気をつかなくてもいいかもしれないんですが、もう気になる方はどんどん気になってきますよね。まあそういった方にもね、これぐらいの静かさを、すごい眩しい。そういった方も、そういったね、静かさを追求する方にもいいと思いますね。アコード、すごいんですよ、ホンダのアコード。ちょっとすいません。ホンダのアコードの静かさを、まあ、あそこまではいかないけど、でも、ほぼ近いぐらいの、アコードクラスまで近づいたかな、というぐらいの、遮音性ですね。すいません、ちょっと眩しくて。あ、そうそう、この出だしね。ほら、もう無音なんですよ。で、無音ですごいしなやか。うん。車両重量の話さっきしたんですけど、ちょっとやっぱ重いなという感じを、このハイブリッドのこの電気のね、315Nのモーターが、補助してるという感じにはなるんですが、すごい、その、しっとり感は、しっとり感、上質感っていうのはかなりあります。いい車を運転してるんだなという感じがしますね。いや、やっぱこのアブソリュートっていうね、名前がやっぱちょっとスポーツタイプに寄せてる感じが私はちょっとしてましたので、もっとね、なんかやっぱ足回りガツガツしてんのかなと、ガツガツゴツゴツしてんのかなと思ってたんですけど、いや、全然そんなことないですね。本当にね、アコードを背を高くしたっていう感じ。車高を上げて見やすくなったな、乗りやすくなったなという感じがします。今、朝の8時20分です。外気温8度です。腰が今あったかいんですよ。このシートいいわ、これ。シートね、いいです。本当に。このオデッセイのシート、運転席の、
これ腰回りがすごいピタッとね私の腰にフィットします。これ結構幅も広いんですけど、こう包み込んでくれるようなホールディングも結構いいんですよね。いや、このオデッセイっていう名前がね、長い冒険旅行といった意味らしいです。いや、これ本当にね、長距離運転してみたくなりますよ。本当にいい車だなと思います。まあ、このいい HEV はね、本当に、パワーは十二分な感じがするんですが、本当にゆっくりゆったり乗りたいなという気持ちにさせてくれますと。これだったらね、だいぶ疲れ度合いも違ってくるかなと思いますね。で、これ燃費もね、やっぱいいんですよね。これぐらいのクラスになると結構ガソリン食っちゃうんですけど、さすがいい HEV2 モーターハイブリッドと。これ本当にこう非常機も広いし、なんかこれ寝たらダメですよ。寝たらダメなんですけど、いや、これ本当にリラックスして乗れる車だなという感じがします。はい、というわけでね、今日は、この下道をゆっくり流して、走ってみた動画でした。私の動画面白いと思った方はぜひともグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ちなみにこのホンダオデッセイ、アブソリュート EHEV は、全国のホンダカーズで、販売しております。お近くのホンダカーズ、スマートフォンで調べて、ぜひとも皆さん行ってみてはどうでしょうか。このオデッセイの乗り味、楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、ホンダオデッセイでした。じゃあね、バーイ。